円ンツは、中華民国、満州国の政治家。満州国では、司法部大臣などを務めた。字は、東、金州南金書院を卒業。1913年、日本に留学する。県立仙台中学校などを経て、1923年、東京帝国大学経済学部に入学した。帰国後は、大連中華青年会副会長となる。 さらに南満州鉄道株式会社食卓にもなった。1924年、関東庁で勤務する。1928年、大連市会議員となった。満州事変勃発後、円津隊は法典商事に任ぜられる。満州国建国後の1932年4月8日、立法委員長に転じた、超金白の公認として、法典市市長に起用された。このほか。 共和会審査処所,所長、日満文化協会理事にも就任している。1935年5月、貧困省省庁県北満特別区高所長官となる。1937年7月1日、吉林省庁省庁に移動した。1942年9月28日、司法部大臣に任せられ、満州国滅亡まで在任した。満州国滅亡後、は、 ソ連軍に逮捕、連行され、ハバロフスク第45収容所に収監された。1950年8月、中華人民共和国に引き渡され、武順戦犯管理所に収監されている。1962年4月、獄中で病没、去年67、ありがとうございます。